ゲルゴイアンの戦いは、紀元前52年に行われた、アルウェルニ族のウェルキンゲトリクスを指導者とする、ガリア連合軍と、ガリア総督、ガイウスユリウスカエサル率いるローマ軍との戦闘である。ウェルキンゲトリクスの下で決起したガリア連合軍を、撃破すべく、カエサルは、ローマ軍を率いて、ガリアへと進行。ノーヨドゥヌム、ウェルラウノドゥヌム、ケナブムを手中に収め、アウアリクムも、 激戦の末に、ローマ軍が陥落させた。冬も終わりに近づき、春も迫った戦いを仕掛けるのに好都合な時期であった、ことから、カエサルは、アルウェルニ族の主たる上司、ゲルゴーヤへと、さらなる進行を目論んだものの、ハエドゥイ族より、主導権争いにより生じた、部族内の内紛を調停してほしいとの要請を受けた。ハエドゥイ族が、 ウェルキンゲトリクス側へ寝返りを起こさないように釘を刺す意味もあって、カエサルは、同部族の領土内のデケティアへ向かい、コンウィクトリータウィスが、長官となり、主導権を持ち、争っていたことすらに従うよう裁定した。ハエドゥイ族の朝廷が済んだ後、カエサルは、ローマ軍団を二分して、十個軍団のうちの四個軍団を、ウェルキンゲトリクスに交往して反ローマで決起した。 セノネス族とパリシー族に対応させるベクティトゥス、ラビエヌスと共に、ルテティア方面へと派遣し、残りの6個軍団及び、ゲルマン騎兵を返さる自らが率いて、アルウェルニ族の本拠、ゲルゴーイアへと進軍することとした。なお、ハイドゥイ族からの支援軍は後にゲルゴーイアへ向かう、こととした。ウェルキンゲトリクスは、 エラウェル側にかかっているすべての橋を破壊して、エラウェル側の向こう岸に沿って進軍した。カエサル軍は、ガリア軍からの攻撃こそ受けなかったが、ウェルキンゲトリクスは、偵察兵をエラウェル沿いに送り出して、カエサルが川を渡るのを見張っていた。そのため、カエサルは渡過することが困難であったが、ガリア軍を牽制する部隊と橋を構築する部隊の二手に、軍を分けることで、 これに対応し、ゲルマニア遠征での佳境経験も活かして早期に佳境を完了させ、エラウェル側を渡った。ゲルゴーイア記念碑エラウェルと勝地点から5日間ほど行軍して、ゲルゴーイアに到着したカエサルは、ゲルゴーイアが山頂に位置しているために、正面からの攻撃が困難と判断して、ローマ軍が得意とする行為戦術を取ることとした。ローマ軍は、 ゲルゴーヤからほど近い小高い丘をガリア軍との攻防の末にダッシュして、この丘とカエサルのいる本陣の間をガリア軍の攻撃から防御するために、幅12フィートに及ぶ二重の堀を掘った。この包囲戦をもってガリア軍の兵隊を封じて、ウェルキンゲトリークスを兵糧攻めにする予定であったが、ウェルキンゲトリークスの内容策によって、ハエド遺族のコンウィクトリタウィスは、 ガリア連合軍へ加担する意向を固めつつあり、また、ゲルゴーヤへ向かう、予定のハイドゥイ族の軍病1万を率いるリタウィックス、はウェルキンゲトリークスへと合流する目論みであった。これを察知したカエサルは軍を率いて、リタウィックスを捕らえようとしたが、リタウィックスは、ゲルゴーヤへと逃れた。ハイドゥイ族は、コンウィクトリタウィスらの親ガリア派とウィリドマルスらの親、ローマ派へ別れた。 リタウィックスによる反ローマの先導はガリア全土に広まってガリアに居住するローマ人は殺害もしくは奴隷として収奪された。これら反ローマの動きの高まりやハドゥ遺族の不穏な動きにより自軍の平坦に不安が生じたこともあってカエサルはゲルゴーイアで包囲しているローマ軍が基地にあることを悟りこの木に及んでは ゲルゴーヤからウェルキンゲトリクスをおびき出すことが勝利をつかむ唯一のチャンスであると判断した。戦略上不利な立地にもかかわらず、いくつかの城壁の拠点を奪取したものの、数と立地の不利は大きく、ウェルキンゲトリクスもカエサルの意図を見抜いて、ゲルゴーヤの守備に戦力を集中させたことから、ローマの劣勢は拭えなかった。第10軍団エキュエストリスの奮闘により、 海想には至らなかったものの、46名のケントリオ、よび700名以上のローマ軍団兵が、戦死、6000名以上が負傷するという、大きな被害を受けた。カエサルは、ゲルゴーイアの包囲を解いたものの、ウェルキンゲトリクスは、ゲルゴーイアから、場外へ出撃する様子を見せなかったため、カエサルは、エラウェル側を再び渡って、ハドゥ遺族の領土へと撤退した。この戦いは、 カエサルの喫した数少ない敗北の一つである。この結果もあって、ガリアのうち、レミ族、リンゴネス族及びゲルマン人と交戦状態にある、トレウェリ族以外の100以上ものブー族が、ガリア連合軍に結集することとなった。しかし、カエサルは撤退しながら、ゲルマン人騎兵を補充、追撃したガリア連合軍を迎撃した。敗れたウェルキンゲトリクスはアレシアへ交代。 ローマ軍は、包囲に取りかかった。以後は、アレシアの戦いを参照。ありがとうございます。